戦いはこれからです。戦場では強き兵士を、工場では優秀な職工を必要とするとき、幾多の農業戦士は惜しくもナッパ服に身を固め、ハンマー持つ手に魂込めて英英として技術を磨いていきます。健やかな若人がたくましき飼いなにハンマーを振るって発しと打ち止める鋲の響き、それはまさに銃後に上がる外貨の交響楽にも例えられましょう。かくて頼もしい青少年は、向上した大尉と鍛錬された精神と錬磨した腕とをもって、戦時体制下の産業戦線に熟練工として勇ましき進軍を続けていくのであります。生産力の拡充に努めている工業地帯においては、個々の炊事は非常に煩わしく、また濃密にも影響しますので、一度に何千人分を作る共同炊事場を設け、この問題を合理的に解決、産業報告の精神を高揚しています。